5グラムだとペロリって感じで食べるようになって。あ、そうなんです。はい。体重どうなってる？体重は今日355だったんですけど。まだ柔らかい位置は。そうですね。位置が。はい、お顔どっちかな。ごめんね。あ、もう怒ってるね。ごめんね。顔こっちだね。ちょっと持ち上げます。ごめんね。ごめんね。やだね。起きます。はい、347そうそうさ、これあのどんだけ食べてるんだろう、ハリネズミの粉って。何グラムも食べてるっていうかな。食べれるほどは測ってください、粉。はい。だからこれ多分食欲80とか90とか書いてあるけど、そこまでは食べてないんじゃないの。あったら食べる。あ、私も揚げてないのかもしれない。あれ、いっぱい揚げちゃって大丈夫なの。うん、だ 10g ぐらい、ハリネズミフードで 10g 前後、ドライとして、それぐらい食べてもいいんですよ、1日で。1日で、うん、だからそれをドライのまんまで食べないんだったら粉にしてやるのは全然悪くないから、その元で何グラムやってるのか測っておかないと。何グラム、あれ、食べてる。じゃあもうちょっとやってください。で、AD よりもハリネズミフードの方がいいから。あ、はい、はい、体重がまださ、うんちってさ、これ2回しか出ないの、1日。1日に1回ですか。1回、D1、D1、 D1。 こんなことは？もうちょっと出てごめんなさい、ちょっと。もっと、もっと出てもうちょっと出てますね、3回とか。24時間だと3回か5回ぐらい出てるかな。そんぐらいです。なんか1回にこうダラーダラーって、ダラーってね。確かに。で、おしっこは出て、まあ動きはちょっとは50だったのかな、まあ80ぐらいにはなってきた。元気は元気で動き回ったりもしてるようになってきました。で、お薬はその AD で食べれる、はい、直接やらなくても混ぜちゃえば食べちゃう。そうですね、スプーンで。じゃあ、いいですね。はい、じゃあ抗生症者をそのまま100の3分で了解です。じゃあそうね、食欲のところでさ、その何グラムフード食べたかね、はい、ちょっと記録しておいてもらっていいですか。で、AD はまあお薬の分やるようでやってたんで、まだあるんで。はい、じゃあこちら。じゃあちょっと、大丈夫です？薬が、もう2日分ぐらいですかね、あるの、多分。そうですね、ね、はい。で、ピンツリーとかをもらうの忘れていて。あ、ごめんなさい、そういうの喋ってましたよね。はい、か書き忘れました。先に書いておきます。両方ないんですよね。両方ないんですね。はい、失礼しました。じゃあ、ピンツリーとあの保湿剤両方出しますね。で、お薬は一応1週間分出します。で、B の薬、ステロイドですけど、それは2日に1回ね。それだけは。 A の薬は1日2回と。今からはちょっと抗生症者療法とか、要は消化器の機能とか呼吸器の機能とか高めることをね、ちょっとやらさせてもらいますね。あと薬は抵抗なく、そのエディックにあれに混ぜちゃえば気づかないぐらい。本当食べてくれる。だから好きだから助かりますよね、あんた。すごいんですよ。いや、割と好きな子多いんですよ。あ、そうなんですか。うん、いや、みんなじゃないんですけどね。でも本当に食欲落ちてる子だとやっぱ食べないからさ、いくらやったらね。食べてくれるな。だから極端なことは AD をさ、1割ぐらい、あの1割か2割ハムスターじゃありません、ハリネズミフードに混ぜてもいいですよ。うん、柔らかくしといて、ちょっと2割方混ぜて、それで食べが、ね、食欲が増えるんだったら。元気にはなってきたけど、体重が減るのがまだ止まってないからさ、ちょっとまだ要注意です。よくはなってきてるんだと思うんですけど。
あ、ごめん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 。もう3分。はい。もうちょっとね。ごめんね、ごめんね。思い出したかのように怒る。ね、あ、音も嫌なの。なるほどね。音も怖いんですね。Oh, my God.